まあ何はともあれ、ちょっとまあ石の村の連中いる？いるな。でこいつらの話だけ聞いて、長い旅をこんなの聞いたな。石の村帰るっつってたけど復興しなきゃね。ちょっとそれは無理ね。キュンキュン、旅に出なきゃいけないのかい。さあじゃあ、まあ、ルーラで、あ、サバディだよね。どう考えても。サバディ行く前にね、あれあれ、ソルティコのね、あれイベントあるな。ルーラできなかった。ソルティコの老紳士の場所がね、あまりにもわからなかったからね、友達に聞いたんだよ。ちょっと行こう。あれ、イベント起きないぞ。ルーラさせてくれなかったくせに。どういうことなの？あれ？なんでさっきルーラーできなかったんだ？なんかイベントがあるからルーラーできないわけじゃないのかい？特に何も起きない。じゃあ今度こそ。ソルティコ。ダメだ。ってことは出るときか。知ってるよ。さあ、なんか起きんのかな。ぴょんぴょん。閉まってる。おお。やはり何かムービーがあった。あー、うまー、久しぶり。久しぶりでもないか。ゼンスリー、わざわざ来てくれたのか、お前。あれ、ブラックドラゴン城から追い出されたのかい？かわいそうに。そこら中にいる。フィールド音楽がいきなり3になった。あれ？リセットされてんだけど。目青。青ってか緑。ブラック、じゃ？え？今日の次はじゃ、そういうのもある。え、ちょっと待って。どんだけ強くなってるの？見たれつき。敵急に強くなりすぎじゃねえこれ。俺が194ぐらいって他のやつ即死レベルじゃん。え？強くなりすぎてない？ああ、グランドクロスねえんだ、そういや。何がジャーだよ。デンジャラス爺さんじゃねえんだぞ。おらおらおら。皮膚ゲー。うお。弱え。ふう。髪のレベルが上がった。お前は大丈夫だよな。大丈夫じゃない。ああ。いや、やっぱジャーだ、ジャーだ。目が緑。目緑だ。やばい。ああ、楽勝だ。レベル上げは楽勝だろうな。
経験値おいしい。敵が全てリセットされてしまった。その奥にいるちっちゃいやつ、じゃあまだハテナだからね。ダブルの群れじゃ。敵をこぼる。ギガスラッシュ。すごい。ギガブレイク使いまくってもいい。やたい。それなり。マギマイ。ウィングブロー。大きい。この強さ。おお、これレベルポンポン上がっていくな。ヘナトス。いや、だってそうだよね、ウルノーガの支配してた世界よりも敵強えもんな。あっち、かわした。ナイス反応。俺もんじゃもじゃもんじゃもじゃ。悪魔神官。破滅の使者。なんかすごいの来たな。ボス、ほら破滅。いや、ブライク。すごい吹っ飛んだ。楽ちん楽ちん。まだ3体ぐらいいるけど、あとドラッキーとそこのね、ただのカラスを。大ガラスじゃ、不意打ちじゃ、ツンツンしちゃう。ドラゴンではないな、こいつ。あやぶさぎ。はい、出ない。オオカラスは弱いな。一通り戦ったかな。単純にカラスが多すぎて嫌だな、ここ。あ、4つになってでしゅ。嫌な設計だな。うん、いいかな。もうルーラできるだろう。多分ね、あの旅立ちのシーンやりたかっただけなんだよね、ルーラできなかった理由。演出ってやつ。念のためそこのちょっとセーブポイントだけチェックして。モモンジャの目怖ー。どうも外歩いてたら見たことないものに遭遇して、あれやれるとこだった。どうなってんだ、弱い者しかいなかったのによ。キャンプでお祈りしときゃどうだい。かつてデルカダールの牢にぶち込まれた俺とぶち込んだ側のおっさんが一緒に旅をするとはねえ。悪魔のことを呼んでごめんなさい。お前たちと姫様のためどんな場所にも共に参ると誓おうぞ。ブラブラしてる足。グレグってすっごい背高いの。ユウちゃんの星が落ちた時よく見えなかったから肩車してもらえばよかった。一緒に旅ができるなんて不思議だわ。生きていればこういう、だからいちいち生きていればとか。お前はグレグと旅したことなかったの、未来でもっていう。グレイグ将軍と旅をするなんて不思議な気分ですわ、と。よそよそしいですねって。グレイグ様、盾おじ。さすがに、それ違う。脳筋退場でいいと思う。グレイグはデルカダールが誇る猛将。敵に回した時は厄介だけど、味方になれば心強いものはないわよ、と。
にしようやの強さもさることながら、デルタガールの将軍が加わったら、わしらにとって恐れるものは何もない。何もない。グレイグちゃん仲間になるなんてね、ちょっぴり嬉しいわよ。くらいでもちゃんと眠れるのかしら。こいつら幼馴染っていうか一緒に修行した仲らしいからね。武器を作る。ギガントワックスを作りたいんじゃ。よし、任せろ。燃やすぜ燃やすぜ、火力上げる、火力どんどん上げちゃう。行くぜ特技、行くぜ左打ち乱れ打ち乱れ打ち乱れ打ち、左上叩け。おお奇跡。よし、三枚打ちは危ないな。おおナイス、よし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 、手加減打ち。あー際どい。はい、あれこれ完成だけすればいいやつだっけ、そもそもプラスないやつだっけ。ドゥッドゥッドゥン、ギガントワックス。そうだよね、これそもそも ないやつだよね。あとは槍はもうね、羅刹いっちゃった。ほらほら、ギガントワックスは完成さえすりゃいいんだ。ギュリンガムの打ちがそもそもないんです。ダメの打つ、コメットエッジ、まずメットエッジを作れ。ミリオンダガー、ミリオンダラー。いやないかな、アグメタの鎧が作れるぜ。トレビアンクラウン、トレビアンスーツ、シルビアさん装備、トレビアンスーツ。うわー、またまたこれすごい服装だわ。柔らかウルとラブリーエキスをね、交換してもらいに行かないとな。よし、とりあえず OK かな。さあ、それじゃあ行こう。よし、とりあえずまずグロッタじゃなくてソルツコ。なんだ、いけねえのかよルーラー。せっかく老紳士の、じゃあどっから行くんだ。自力で行かなきゃいけないってことはどっから行くんだったっけ、あんま覚えてねえんだけどな。サーマーディー、デルカコスタ地方を抜けて、なななな、なななな。途中でなんかイベントがあるってことだよね、つまり。つまるー、つまるー。いきまーす。おー、ムービー、びっくりした。あれ、なんか大変なことになってんな。なんて大きさなの。
様子見てこいって言われたけどよ、こいつはぶったまげー、何やれまがまがしい気を放ってますわ。聖なるものでないのは確かですわ。あれが勇者の星。うん、どうしよう、勇者よお困りのようじゃな。誰お前は、ウルノーガ。わしがウルゴーな、ウルノーガとな。わしが、あ、これは預言者だ。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな、わしの姿は変わるのじゃよ。とはいえこの姿では落ち着かんじゃろう。じゃあこうしよう。ああ、この姿会ったことある。わしには見える。お主が神の使いケトスに乗り天空の民と出会う姿がな。何言ってんの。あ、知ってる。伝説の笛の音がかの地へと導く。そんなところかの。ちょっと何言ってんのか分かんないですね。残された時はわずか。ぼんやりしてる暇はない。さあ行くがいい。まさか持ってる。これしか持ってない。あ、知ってます。じゃあ試しに吹いてみれば。クジラさん来んの。ラムダの頂上じゃないとダメなんじゃない。来るんだ。えーす、久しぶりー。もへー。クジラが空を飛ぶですって。大丈夫、大丈夫だ。ベッドだって空を飛ぶ。ケトスなのでしょうか。あんま驚いてないのね。うん、預言者に会ったのもクジラを産んだのも初めてじゃないみたい。まあいいわ、いつも通りあんたについていくだけよ。行きましょう。空飛ぶクジラに乗って天空のために会いに。だからルーラー使えなかったんだね。いきなりはいけないよね。よはあ、物理的結果、まがまがしい結果に追われてる。これ以上しか、いや今物理的に弾かれたじゃん。ガーンって。とりあえずサマディ地方南の宝。もうそろそろルーラー使えるだろう。まあいいか、先に天空のあれだけ行くか。どこだったっけ。これか。久しぶり。ああ、初めてか、この世界線では。あれ住人いない。前来た時一人しかいなかった気が。なんだ、町ごと浮いているのか。リース、いにしえの昔、生き物たちは大事の加護のもと長きにわたって繁栄し、我ら神の民も大事の島内で平和に暮らしていました。ミスターポポじゃないか。おう。ですがある日、闇が空を覆い、遥か天高く薬剤が飛来しました。その薬剤の名はニズゼルフ。ついに来た。地上に現れた黒い太陽、あれはニズゼルファの復活を示しているのかもしれません。ニズゼルファとはかつて地上を地獄に落とした薬剤なる邪神。あ、敵の名前だったんだ、ニズゼルファ。なんか暗号かなんかかと思ってた。ケトスを操りし勇者よ、事態は一刻を争いますよ。長老様のもとへ。最長老様がいるのか。最長老様。黒い太陽、勇者の星ではなかったのか。